どや。どや。どやどやどや、上がった？上がったと思う。顔面がゴミって。いや、マインクラフトの画質なんてね、多分そんな変わんないんですよ。スプラトゥーンだったらね、きっと賢者に現れると思うんだけど。アコラダ双葉さんの結婚について一言って、いやー、おめでとうございます。ね、おめでとうございます。俺ももうすぐやな。俺ももうすぐやな、きっとな。俺も間もなくね、来るかなと。そこのね、画面の前にいるそこの君、いや、そこのあなた、ね、もしかしたら、ね、嘘でーす。やめてください。やめてください。噛んだから無理って。ごめんなさい。ムカつく。で、何すんだっけ？で、何すんだっけ？こんなね、雑談してる場合じゃないんだよ。こんな普通に雑談してる場合じゃないんだよ、今。いや、もうね、今日はちょっとガチでクリア、もう今日クリアしなかったらもう、引退はしないんだけど、今日クリアしなかったらもう本当にちょっとこのマップやばいから、そろそろ今日はしないと。しろよってなんだよ。しろよってなんだよ。でもさ、さすがにもうこれクリアもうすぐでしょ？ねえ、そろそろクリアでしょ？じゃあ、ハガレンで言うと今どのあたり？ねえ、今、鋼の錬金術師で言うと、どのあたり？持ってかれたとき？弟死んだとこ？腕を折ってかれる前？お前、始まりじゃねえか。むしろ始まる前、弟が鎧になった？マジかよ。 まだ始まってもいない。農業高校に入ったとこって、それ作者の荒川先生の高校の話か、それ。もしかして漫画家になる前か。もうこの謎を解きをするんだよな、きっと。多分。聞いたよ、7分遅刻したけど許してって。はい、許しません。ね、遅刻する人とか、ゴミクズだから。遅刻する人はマジゴミクズだから。ブーメランフラワー。よう、ゴミクズ。 はい、どうも。10分遅れたけど、昼に入会したから許して。許します。ゴッド。GOD。GOD です、あなたは。おいって。あそこの2階にあったシャンデリアがどこかのやつと似てるって話だよね、確か。それを探しに行けんやな、要は。アコズレス、A 型インフルエンザにかかってしまったので、ラッターさんも流行に、流行りには気をつけてください。はーい。
でも俺、インフルエンザはもう A 型、B 型、新型、鳥インフルエンザ全部かかってるから、割と大丈夫。で、ここなんだよね。で、ここなんだけど、で、このなんか上に変なシャンデリアがある。鳥もかよって。いや、鳥は嘘です。すいません。鳥は嘘です。すいませんでした。殺処分しないでください。殺処分しないでください。これなんだろうな、これなんだろう。これあれじゃない？青と赤と緑と黄色。これさ、青と赤と緑と黄色ってこれじゃない？屋台じゃない？屋台の色っぽくない？お子連れ、最近キュンキュンしないので全力でリスナー口説いてもらっていいですか？リスナーさん、今夜も寝かせないぜ。みたいなね。まあ、寝ない枠とかじゃないんですけどね、別に。寝ない枠とかじゃないんですけどね。これって、あれじゃね？わかった、この色。これあれや。全国爆走おじさんの、グループの、なんか、色と似てる。おうって。お前おるやん。これが虚弱で、あれや、ガリガリで、あくまで もうただのイケメンで、デブ。つまりなんだ？この上から見た、怒られるぞって。やばいやばい、これやめてください。すいません。上から見て、どこに配置されてる？お前、謝罪ブログ書かせるぞって。あー、やめてくれ。やめてくれ。でも絶対そうだよな。黄色と青と緑と赤が向こう。なんだろう。それ、服屋にあった上と下の看板の色と一緒じゃないって。アルゼンチン。そう、確かにこれか。はあ、確かに。あ、これも全国爆走おじさんたちじゃん、これ。あれ？でもこれさ、使ってないもんね、ここら辺で。このやつ。なんで言い直したの？
上が赤、青、緑、黄色。赤、青、緑、黄色。赤、青、緑、黄色。でも服屋の謎をさ、服屋にあるものをあそこに使うか？それはどうなんだ？それはどうなんだ？とりあえずあのシャンデリアが関係するってことで、ここにあるやつで、こっちかなって思ったらこっちだから、これ高さはな、これ横から見れないかな。ラッターにゴミくずって言われたので、ラッターを殺害した後自殺します。やばいやばい、逮捕して、逮捕して、殺害予告しました、この人。逮捕して、やめて。許可するじゃないよ。あれ、これって上登れたっけ？屋台も他の色の屋台もあるし、どうなんだろうって。確かにな、向こうはオレンジもあるし、あれ青、あれ青、あれは水色か。青はこっちか。お前いつまでこのマップやってんのって。いや、もうかれこれね、14時間ぐらいやってんすよ、これ。いや、でもさすがにね、クリアはしないと。怒るでしょ、君ら。俺がこれクリアしないでほったらかしで他のマップしたら怒らない？ほったらかしてもいいじゃん。ね。うんって、ほら。怒る、ほら。ダメなんだよ。俺はちゃんとクリアしたいし。その前にゼルであれを貸すって。いや、ちょっとそれはちょっと前に反省枠取った時点で若干諦めかけてるって。おい、やめろ。その前枠であまりにも4時間3時間かけて謎が2つ解けないことに、あまりにも俺の不甲斐なさに自分で自分を呪った時のサブコミの放送の話題を持ち込むのはやめろ。サブコミで自分の不甲斐なさにガチへこみする放送を撮った話は。このさ、でもこの、シャンデリアって映画館にもなかったっけって。あったっけ？ヒントどこだ、ヒントこれか。あれ？違うっけ？ヒントボタンどこだっけ？これかな？このシャンデリアの装飾どっかで。映画館あったっけ？映画館。すいません、 Wii U でマイクラをするのはいつですか、教えてくださいって。これ Wii U ですよ、これ。これ Wii U のマインクラフトですよ、これ。はい。なんとね。この間はホテル代まで払っていただいてありがとうございました。また DM でホテル誘ってくださいって。おっと。 あ、
いや、あじゃない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 、何もしてない、何もしてない、何もしてませんよ。あ、ほんとだ、やりますね、やりますね。うわえ、ちゃんとよく見てる。あれ、じゃあ他のとこにも結構あるかな。ここにあったとして、シャンデリアがタクシャンアルデリアってな。あー、なるほど。いや、俺は結構好きだけどな。ダメダメ、俺は結構好きだった。俺は嫌い、あダメダメらしいです。立ち見来いよって、うん、ちょっと、うん、俺は好きだけど結構勢いだけじゃダメって。なるほどね。てか他にあのシャンデリア風のところあったや、ところあったっけ。でもあんなシャンデリアがあるところって天井が高いところだよな、きっと。天井が高いところ、これ違うな。初見です。世界で5本の指に入るイケメン生主の放送はこれですか。はい、どうもいらっしゃい、ゆっくりしていけよ。まあまあ、お茶でも飲んでね。この放送はね、あのお茶を飲みながらね、じゃがりこやポテチを食べながら、まあ、なんかね、他の作業をしながら、ながら見をね、していただくだけでもね、楽しめるかなと、ね、思いますので、ごゆるりと。はい。これ映画館だけだったかな。作業用 BGM に決まってんだろうって。まあ、はい、でも実際ね、そうだと思うから。この放送、どれだけの人がスプラトゥーンをしながらこの放送見てるか。お前やぞ、そこの、お前そこや、お前やぞ、いや、ガチホコやってるそこの君やで。これガチ、今日ガチホコだっけ、ヤグラだっけ、ホコだっけ。このマップの名前はあれです、放送詳細に載ってます。てかさ、このおっさん何だったんだろう。あれ、ここ、うわー、これまだ長そうだな、これ長そう。ホテルと映画館ぐらい、このシャンデリア。これじゃないの？ダイヤは、あの、家のチェストの中に入れてある。これ。なんだろう。ちょっと待って、もう一回。時計台の。時計台に行こう。他にシャンデリアあったら、もはやヒントらない気がするって。この配置、この配置なんだろう。
でもさ、単純に考えて、まあ、全部の明かりをつけたらいいとか、そういう話だよね、きっと。あれ？時間帯で切れてるこれ。ここは消し、つこうつけたら向こうは消えて、ここは消えるのか。押す順番があるんじゃないって。なんか俺の予想は、でもさ、あれちゃう？やっぱあの服屋の色のやつも関係があって、これどっちだっけ。上、あの上から下、上から下、この順番にある、この上から見たらこの出店の位置が、あのなんだ、時計台の中のレッドストーンランプにリンクしてるみたいな。で、左から順番に押していくみたいな。あれ、画像どこ行った？固まっ。マジで見えたって。ちょっと待って、あのガチで固まっあれ、ちょっと待って、あれ削除もできない。ちょっと待って、イバルのエフェクトおかしくねって。あー、切れた。ちょっと待って、なんか怖い切れ方したぞ今。大丈夫か？データ、怖い。ああ、大丈夫っす。多分大丈夫っす。多分大丈夫っす。はい。あれ、服こんな着てなかったか。まあいいや。で、今気づいたけど、チャンネルページが新、そう見て、ちょっとすごい話変わるんだけど、見てください、これ、ほら、ドーンってね。かわいい。ってことでね、こちらね、チャンネルページがリニューアルしたんすよ、これ。どう？めっちゃかわいくない？これ。メタンコ、いい感じ。前のも可愛かったけど、こっちも可愛いよなってね。で、毎月第2土曜と第4土曜になんか企画放送、まあ、今月だったら豆鬼と人狼なんだけど、こういうのをね、まあできる限りやっていこうかなと今後思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ここを見ればね、一応今月やる企画っていうのが丸分かりになるので見やすくなったと思います。でもタイムシフトとかね、動画一覧とかありますので、
おざーす。ね、可愛らしい。できる限りちゃんとやってて、やります、やります、やりますよ、もちろん。え、でもぶっちゃけ俺って土曜日ほぼ毎週なんか放送してるじゃん。だから多分そんなにそんなに変わんないんじゃねって自分の中では思ってる。うん。で、それをみんながまあ分かりやすくなったかなぐらい、確認しやすくなったかなぐらいなので、まあまあまあいいんじゃないですかね。来月何やんのって、来月は結構もう決まってるんだけど、まあ、そこら辺も株主総会かなんかで決めていこうかなとか思ってます。はい、会員さんと一緒に決めていけたらなとかも思ってる。で、ちょっとこれ上から飛びたい、飛びたい、飛びたい。ここは別に色関係なかったもんな。いやー、でもこの屋台上から見てもこの形になんなくね、別に。中央に4つと、こんな綺麗に、こんな綺麗になんかがあるところあったっけ。あー、また今日もお得なりそうだな。いやー、ほんと難しいこのマップ。てか言うたら、ここの3つはここの3つはずっとつきっぱか。イエーイ、立ち見 B 見てる。あれ、じゃあ押すの結局ここの3つじゃね。イエーイ、立ち見 B 盛り上がってる。イエ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 イ、パフ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 、イエ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 イ、盛り上がってる。晒すな。やランプが乗ってる床の模様関係ないの。シャンデリアの数全部3つでしょ。あの、言うたら、なんかこの押すところが、押すところの上にシャンデリアがあるから、押すところ真ん中のスイッチ押すとガシャガシャ言って、なんなんて。これ多分ピストンが、ピストンさ、戻る音がないね。バシュっていうだけだね。これもしかしてなんかさ、この形、この形状と全く一緒のシャンデリアと位置する
ところになんかあんのかな。だから全く一緒の形の、え、これ違う？それぞれ。ここは真ん中が、真ん中が真ん中の位置。ここは真ん中が一番下。あ、そうやな。ここは真ん中一番上。はあ、そういう感じやね、これね。ちょっと見てくるか。え、ってことは、え、あと一個どこにあったっけ、シャンデリア。つまりはもう一個どっかにあるってことだよね。ホテル行こう、ホテル行こう、ホテル、俺と一緒にホテルに行こう。こっちか。うわー、わかんねえこれ。やだって。え、待って待って、これん？真ん中が一番上か。これ真ん中が一番上？ちょっと待って、スクリーンショットが見れない。あれ？スクリーンショット見ようとすると固まるんだけど。なんで？割れ速？あれ？なんで？なんで、なんで、なんでやねんねんねん。いや、パソコンの寿命が。ああ、もうダメだ。パソコンの寿命がもうダメだ。助けて。他の機能動かしてない、別に。ガレリア変えて。いや、俺さ、最近気づいたんだけどさ、俺のパソコンこれガレリアだったんだよね言うたら俺ガレリアさん使ってたわ。あ、最近気づいたわ。うん、やば、まずいですねまずい、めっちゃなんかもう、めっちゃなんかもうクソ PC がよみたいな、まだ3年なのによとか言ってていやー、ちょっとね、まずいですねまずいですね、これはね。非常にまずい事態。MC の機種も、自分のパソコンの機種も知らないゴミ。え、でもさ、今思った。ちょっと一応見に行くか。ここは？ここは真ん中が、真ん中かな。今思ったんだけどさ、ここの真横ってホテルじゃない？違うかな。ここの真横？
ここだよね。こっから見える。ここの真横ちょっとずれるか。でもあ、いやいや、あるある、あそこ見えるわ。え、ってことは、あ、めっちゃ見えんじゃん。あれ、じゃあどっかから見えるんじゃね。あそこだ、絶対あそこ。ここや、あった。はあ、ってことは、なんか謎解きしてる感じ出てきた。いや、やっぱね、やっぱね、土日でちゃんと体を休めたから、うん、で、であるからにして、わかんないんだけど、この後は。この後はわかんないんだけど、え？この後はちょっとわかんないんですけど、どうすんだろう。初見、今何やってんの？今はね、ドラゴンクエストビルダーズっていうゲームをね、プレイしてるんですけど、シャンデリアがある建物から教会につながってる？あ、そうやな、全部。いや、ここは違うかな。ここは違うね。てか、ま、何らかの塔って感じ？シャンデリアがあるところは。うん。ありがとうって。やばい。やばい。心が張り裂けそうだ。心が。心が張り裂けそう。純粋すぎる。つらい。ちょっと待って。なんかさ、北順とかじゃダメかな。入れた順とか、ストーリー上。でも、その、つまり真ん中は時計台ってことだよね。あの赤石の、お前言うたらここに似たようなのあるしな。そんなん覚えてるんって。でも、まあホテルが一番最初だとして、まあ、どっちかだから。いや、でも絶対中央のボタンも押さなきゃいけない時が来ると思うんだよね。で、まず方角をちゃんとしよう。こことこことここでしょ。これはまっすぐ登って、向きを変えずに登って、こう登って、ど、180度回転か。で、こうなので、ここが、ちゃうわ。あそこがホテルか。え、ちゃうわ。は？いや、ちげえよ。シャンデリア見ればいいんだ。
東西南北チャンスだぞってやしません。シャンデリア見ればいいから、ちょっと待って、コメビューじゃなくてマイクラの、マイクラのスクリーンショットを見る。見せられないよ。あれ？あれ？ちょっと待って、あれ？あ、なんでもない。なんでもない、なんでもない。いや、なんかマイクラのスクリーンショットのフォルダがバグってるかなって思ったけど、なんか割れとくって言われそうだから見せない割れとく言うって言われそうだからちょっと見せない。うん、よし、やろう。割ってません、割ってません、割って割って割ってません、先生。で、これね、あれ、これどこのやつだっけあれ、ちょっと待って、この写真どこで撮ったっけホテルだっけ、え、映画館？あ、ん？映画館だっけ？これは違うな。無意味すぎて笑える。これ映画館だっけ？これ映画館か。あ、また天井的にそうか。真ん中が真ん中。これ映画館ね。え、ここが映画館。これが映画館で、これがホテルね。で、これがあの富裕層の家。うん、であるからとして、この多分ついてない、ここになんかあるってことかな。方角的にここの位置を調べるみたいな、そういうことか。ホテルがあそこだよね。階段のボタンを押したら出てなかった。階段のボタンを押したら出てなかったって何が？ここが消えちゃう。コースと対面が消える。
そもそもガシャンの効果はあって、ここは近い、ここは向こう、ちょっと遠い、ちょっと遠い、これめっちゃ遠い。あれ、ここのライトって消えてるっけ、最初から。別に関係ない。あ、もうやだこの消えないんだけど。もうダメだ。もう俺はこのマップクリアできないんだ。またデバッグって。デバッカーの仕事は今日も続くのだった。リログ？え、ダメだよ。自分も同じ風になったよって。え、どうした、その時どうした？もうその毎回毎回トロッコのやつやるの？そこで止まってる？マジ？ ちょっとダメだ、もう上の金風呂スイッチじゃないのって。ラッターさん攻略待ちって、え？ じゃあ俺の放送を見てダメだよ、それは。多分ダメだ、これバグだわ。これどうしよう、作者さんいないね、今日。つまりはもう外のヒントを見に行くなってことか。ここで謎をもう解けってことやな、要は。真ん中のスイッチを押したらシャンデリア動く説ない？って。動いてる？
動いてはなくない？動いてはないと思うけど、ランプと下の絨毯の位置関係なんかありそうって。絨毯、F5 押して押してみる？ないね。すげえ左で鳴ってるよね。いやー、わかんないなー。変わった気がすんだけどって。ここが、ここがホテル、富裕層、映画館だよね。映画館。上のゲーテンはどうなってんの？こんな感じ。うわー、ここ忘れ感あるな、最後。多分なんかしてここをし、ここがまあ認証ボタンみたいな感じだと思うんだよね。真ん中のスイッチはなんかここを押すと、ちゃうわ、こっちを押すとここが光ってボタンが出てくるで、プラス赤い字もついてるね、ここにね。で、このライトがつくってよりは、レッドストーンが追加されてるって感じかな？レッドストーンが追加されて動力がいってるって感じ？うん。ここの二つだね。ここの対角だけ。逆に、あれ、ここって反応したっけ。こことここは反応すんのか。あれ、ここはそこがついて、ここはこっちがついて、こっちはそっちがつくってことは、こっちを押しても変わらない？変わらない。こことここは変わらないのか。こことここは変わらない。周りのランプは3つのうち1つしかないの仕様。ああ、そうそう、1つしかつかない。うん、いやー、これヒントはまああるか。シャンデリア、これはヒントだね。このシャンデリアの装飾どっかで。で、まあ一応ホテルと富裕層の家と、あ、じゃあこっちがホテルか、あれが映画館か。ちょっと階段になってるってのもヒントなのかな。いや、でもこれホテルの位置がちょっと真ん中より遠いかな。
ちはすごい近いけど、ここはちょっと遠い。そういうの関係ないかな。なさそうだけど。いや、外行かなきゃか。これ行けんの？てか。行ける。え、行けるか。うわ、めんどくせえ。これ毎回やんの。で、まあ、下がここなん、まあ、つまりこことかなんだよね。あるのは。もしくはもっと外から出て、真ん中にあるやつって下にある装置と一緒じゃん。だからここ基準にした塔の位置のシャンデリアの形に揃えるんじゃないって。シャンデリアの形のに揃えるってどういうこと？高さ変えられないでしょ別に。なんかここの周りにあるのかな。うーむ、ここらだいらっしゃい。ここの下とか見えないスイッチがあるなわけない。向き的にはホテルがあそこで、ホテルがあそこだからこうか。入り口というか正面から見て、あのヒントのボタンがここの位置ってことだよな。ここヒントのボタンがここにあるって感じかな。ここか、ここら辺ん、こっちか。ヒントのボタンがここら辺か。言うたらでもそこの装置と上の装置が似ているのに偶然じゃないと思うんだよな。なので、いや、ここら辺にねボタンがあるんですよ。うわー、この上とかある？ないか。いやー、これむずくない？てか普通にくっそこれマジでわかる？ないね。木の上、重くなってきたな。シャンデリアの高さ変えられる説あると思うんだけどなーって。高さを変えて揃えるってどういうこと？元の位置に別に揃ってるも何も、向きは向きを合わすってこと？向きを今のやつと合わすってことか？
多分重いから無理だな。再起動。難しい。もうこのマップほんと。もうめげるよ。もういい加減これ。初めてこんな長いな。一回上行くか。あれ、もし3箇所光ってるボタンでシャンデリア操作なら3箇所の理由も分かるんだけどなって。うん、わーい、頭の防具って意味あったん？あれは井戸の中に入れたわ。コラダラッと知らない友達になったのことを教えたらダサい名前って言われ、そいつのちょっとツイッター ID 教えてくんね。そいつのツイッター ID ちょっと教えてくんね。早く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 。ラッターニコニコ。どれどれ。はあ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 、なるほどね。わあー切れそう。なんだは？なんこいつ。うわー、ま、ちょこういうあれだわ。ちょリプするわ。あーリプリプしよ。ちょリプしよ。このラッターとかやつに、お前の名前の方がキモいんだよ、ボケ。はい。いいから、はよって、はい。放送を見てないで俺のツイッターをフォローしてる人は何が起きたのかと思ってるかもしんない何が起きたのかなとか思ってるかもしんない。でも変わってるかな。ここは真ん中が真ん中でしょ。でそれぞれ押していくよ。変わってる。やったやったこれだわ。つまりてんじゃねえかって。つまり向き的に揃えるってことやんな。あそこがホテルだから、あそこがホテルとは限らないのか。ちゃうわ。この向きか。この向きだから、いや、あそこがホテルか。
あそこがホテルで、ここが映画館だから、ここ真ん中か。どう変わってる？え？窓から見えんじゃねって。え、でもさ、こんな、オプティファイン前提の脱出アップってあるかな？しか見えないね。ちょっと待って。こうして。でもこれつまりはパズル？待って、この塔と一緒ってことの、そこが教会でしょ？だからそこが富裕層で、そこが映画館だから、ここ映画館でしょ？で、映画館は、真ん中が真ん中だから、ここが真ん中になればいい。でも、それは、どこだ？あ、真ん中、富裕層の家は真ん中がちゃうわ。あ、ランプついた上だけ影響される？はぁ、なるほどね。ちゃうわ。ホテルが一番上。あれ？これじゃね？ホテルが一番上で、これは？あれ？ちょ、もう一回見に行こう。ああ、鬱陶しい、ここ。バグってて、あっても動かない説あるよって。それはもう積んでないか。あれ、でもホテルやっぱ一番上だよね。あれ、さっきの合ってねえか、やっぱ。え、ちょっと待って、本当に進んでない説あるんじゃないの？あ、スクショ。一番高いよね。左右が違う説？TS 勢やけど見に来たアリーナ見てるって言うとりますわ。見てないって。はい、いいなんて見るわけないだろうかひどい。
で、向きは合ってるよね。で、これが、いや、なんかやっぱマイクラのスクリーンショットダメだな。調子が悪いな。うわあ、どこがどこのか わかんねえ。これが映画館で、これがホテルで、これが富裕層ね。でもさ、まずさ、ここでしょ？どう変わってるか見え、でもこれうまいこと見えなそうだな。あ、見えた。これって全部変わってる？あ、めっちゃ変わってる。全部変わってるってことは、だから全部変わってるってことは選択肢は3つしかないってことだよね。3つ分の1、3分の1ってことだよね、きっと。正解が。だから、やっぱり、真ん中でいいと思うんだけども。真ん中だけ判定でいい気がしない？ここは真ん中が真ん中。ここは真ん中が下。これ上？あ、ここも真ん中が真ん中だ。あー、左右関係ありそう。え、どっち向きだ？どっち向きだ？これどっち向き？ここ富裕層だよね。そっか、こういう見方すればいいのか。ちょっと待って、どれが富裕層の絵だ。これが映画館で、これが家で、これが富裕層か。なので、凸がこっちだから、これはこうやな。真ん中が真ん中で、右が下。ここはこうやんな。あ、これはこうやな。で、次、家。家ちゃう、ホテル。ホテルは、ホテルは真ん中が一番し、あれちょっと待って、ホテルは、あれちょっと待って、スクショ撮ったけど分かんない、これどうなってる？ スクショ撮ったけど分かんねえ。
真ん中が一番上か。真ん中が一番上か。オッケーオッケーオッケー。真ん中一番上。で、こういう、ミッキーポジション。あれ、これ合ってんじゃない？右が一番下感あるよね、これね。右が一番下感ある。あ、これじゃない？こう。うん、こうだな。はい、ラスト。映画館。つまり映画館は真ん中が一番下なので、これとこれか。あれ？一個しかない？ここだ。逆ミッキー。これでどうや？ポン。あれ？あれ？映画館？あれ？映画館って真ん中下じゃないっけ？ん？でもあと真ん中が下だけだよね。ホテルが真ん中が上で、富裕層が真ん中が真ん中でしょ？映画館は真ん中が、あれ？真ん中が真ん中2つあるっけ？あれ？これなんかもう見え、ちょっと待って、実際に見に行くわ、もう。わかんない、なんか。空間把握能力がない、空間把握能力ないわ。こっから見える？あれ、ここ真ん中が真ん中じゃね？待って、あれ、真ん中がなった、仕事の効率悪そうだなって。すいません、無能です、すいません、職場のあだ名が無能で、すいません。残業させられてそうだよな。はい。こっから撮ろう。はい。これはもう分かる。これ映画だね。つまり真ん中が真ん中。真ん中が真ん中。で、ミッキーポジションで、右が下。右耳が下。え、左耳か。わかんない。向かって右が下。はい。じゃ、ミッキーポジションで覚えよう。うん。みんな覚えといて。映画館は真ん中が真ん中で、ミッキーポジションの右、向かって右が下。ああ。そういうこと。で、ここは、右が下やな。ザ勉強できないやつの覚え方だなって、うるさい。はい。で、ここがミッキーポジション、真ん中が上、
右が一番下。よし。オッケー。余裕。お前、後で TS 見たら頭おかしいの分かるぞって。ねえ、俺ってさ、バカそう。ねえ。俺ってバカそう。うん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 。自分でどう思ってんって。え、でも、人並み？あー、これ真ん中が2つある。真ん中が真ん中。真ん中が真ん中が2つあって、富裕層ね。左が下か。もう完璧。完璧。正直、会社では後輩にしたくないタイプって。はい、固まる。会社では後輩にしたくないタイプか。結構傷つくな。結構それは傷つくな。え、でも結構俺はあれやで、あの、盛り上げることができるタイプだから、職場の士気を上げるタイプだからね。はい、失敗。オッケー。盛り上げるしかの方がないってことでオッケー。オッケー。さて、では行こう。では行こう。まず富裕層。富裕層はこう見て、真ん中が真ん中で、左が下。うん、合ってるね。合ってる。で、映画館。映画館は真ん中が真ん中で、あ、こうだわ。あ、これでいけんじゃない？やったー。かー、疲れるー。皆さん聞いてくださいよ、放送始まって1個目の謎なんすよこれ。あー、マジ疲れるー。やばいわ。火をつけ。来た？で？する？あー、もしかしてだけど
もしかしてだけど、純白のかけら足りないんじゃないの？今日送りないっす。今日送りないっす。もうダメだ。もうダメだこいつは。もうこいつはダメだ。諦めよう。長く楽しめて嬉しいって。やつけ、ランプはあれだよね、レッドストーンブロックだよね。だこれは全部足りてるんで、多分3つ揃ったから。だから時計台について、時計台の歴史。あれ、動力石？あれ？ランプ？ランプってなんだ？ランプってなんだ？ランプってなんだ？チューリップが目印の民家。自分らしさってなんだ？人とは違うで差をつけろ。コンビニの雑誌コーナー。このおっさんでもさ、ヘイ、おう、本当に持ってくるとはな。仕方ない、鍵を渡すとしよう。もうその必要はない。なら、あ、壊れかけの、え、ってこいつ畜生じゃね？こいつゴミ渡してきたの。 おい、修理しないと使えなさそうだって。は？ ゴミ渡してきた。そらもう畜生よって。ランプを直すところって鍛冶屋？鍛冶屋か？いけないし。ダイヤゴミになったぞっていらねえ。リスナーじゃん。すいません、直してください。どうやって直すんだろう。鍛冶屋。撤回しろ。リスナーは生主にいるんですもんねって。いや、その点に関しては。え、待って、ランプってどうやって直す普通。てか、ランプってなんだ？ランプ。ランプ。ランプのおっさん。え、気になる。 気になるんだけど。
やったー、キネイター出てきた。やったぜ。やったぜ。ランプのおっさんで検索したら、アキネイター出てきたわ。やりました。修繕屋ね。あったあった、そんなの。どうだったっけな、向こうだっけ、アキネーターでラッター出るって。昔は出てたけど今どうだろう。ここだっけ。あった、チャース。怪しげなレバー。ここにビーコン入れろってことか。これ何？ネザースター、やったぜ。わーい、ドーン、やりました。やっと故郷に帰れる。やっと故郷に帰れる。うおー、ランプここか。ボン。え？あれ？あ、わーい。これは？あ、ということでね、見事時計台のてっぺんまで来るというね、この脱出マップのミッションをクリアしたということでね。いやー、長く苦しい戦いだった。うんうん、お疲れ様じゃない。やる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 。え、でもさ、これさ、ちょっと待って、ここを押せばなるんだろうけど、あと2個。時計台の歴史、だから6回鳴らすってことだよね。町に緊急事態が起こってること知らせ、救助を求める。いや、てかさ、どこやったっけ。どこやったっけ。まずどこやったかわかんない。これ埋まっているチェストはやったよね。青いベッドとともに、
ハート型？ハートってどれ？ハートってどれや？ハートってあれか？雑貨屋の上のやつか？見えない。ここ行けそう。てか、行けてもなんもねえか。暗いもやった。暗いってどこ？暗くて静かな場所。オレンジ？オレンジ？あ、これ時計か、これ。時計や。あとは市を見渡せる場所。どこやってない？普通では行けない場所とかさ。いやー、待って待って、これ最大にやばいかも。この人箔のかけら。市を見渡せる場所は墓地。あれ、なんか墓地取った気がするんだけど、取ってないっけ？墓地のやつ。取った気がするけど、どこかはわからない。市を見渡せるだから上感あるな。あー、この人から回ったんだっけ？パンプキンパイ渡して、かけらもらったんだっけ？それすらもわかんないね。もらってない。そうか、それは配達のミッションか。墓地を見渡せる場所だから。上感ある。見渡す。いや、なんかこれ一番本人よりリスナーの方が覚えてるってガバガバすぎないって。いや、逆にリスナーさんは見てるから、いや俺よりね画面を見てると思うよ、リスナーさんは。むしろ俺歩きながらコメント見てっから、実際リスナーさんの方が見てる。ホテルよりリスナー、あ、ホテルの横にチェストなかった？ホテルの横。いやー、ちょっと待って、普通では行けない場所とかも、あいま普通では行けない場所。青いベッドとともに井戸の中とか。逆にどれがいけたのか言ってみて。いやー、でもどこに何のチェストがあったか、どのチェストが純白だったか覚えてねえな。でもあそこは純白だったよね。あそこの、これがあれかな、普通ではいけないとこかな。
あれこれはしごだったっけ？ダメだ。もうみんなの方が覚えてるわ。もうみんなのが覚えてるわ。うん。ダメだ。記憶力やべえ、野々村かよって。はい。どっかの3階建ての家の1階、あー、あった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 。あれや。共有倉庫のおっさんところ。ここに、ここな？つまり、ここは上から行けるんやな、これ。上から行ける。どう行く？でもそれも上入ったでって。え？俺はもう行ったのか、ここに。俺はもう行ってたのか。若年性入ってるわ。あれか、ホテルからここ伝って、屋根をジャンプで行ったところか、ここ。あ、行ったな、確かに。いや、ちょっと待って、一番あー、皆さんすいません、今日クリないです、今日クリないです。で、こことここは行って、埋まってるもやって、青いベッドってどこだろう。青いベッド、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 青いベンチ、この声が枯れるくらいに君に好きと言えばよかった、もう二度と戻らない恋ひょろ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 。でもなんかベッドの作りこういうのだから、どっかに青羊毛で作られてそう感はあるよね。いつもよりかマシってる、マジレスやるね。うわーって、ここもな、ここは何だったんだ。ここは何だったんだ。ここ、あれ、ブレーカー、別に関係ないってやつ、飾り、飾りか。なんかエレベーター勝手に開いてるけど大丈夫かな、これ。ちゃんと押していこう。青いベンチ、青いベッドとともに、青いベッドとともに、青いベッドとともに。ここだけシングルベッドなんだ。俺の部屋だけシングルベッドだわ。これ煽られてんのかな。
シングルベッドで。重たい。いやー、なかなかどうしてこうしてこうしてやね。いやー、ほんまに。あー、なかなかやなぁ。ベッドってどこにあったっけ。ベッド、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 青いベッド。ふぅ、拍手。村だったっけ。ベッド、ここって言ったっけ。こん中って入ったっけ。別に入れないか。飾りか、これも、これも飾りか。あと2つ。どこに行ったか覚えとけば、どこに行ったか覚えとけばよかったな。青いベッド、なんかさ、どっかの家の屋根裏めっちゃ行かなかったっけ。ここの家だっけ。この家の屋根裏に、ここかな、青いベッドって。こっちちゃうわ。あーったなぁ、青いベッド行ったなぁ。これあれだね、あー、青いベッドは行ってるね。ってことは、ハート行って、埋まってる行って、青いベッド行って、やっぱ墓地行ってないかな。墓地行ってない。で、暗くて静かな場所は、あそこな気がする。
いや、普通には行けない場所かな？屋根の上？さっきの屋根伝いに行ったところ？共有倉庫の家の屋根のところ。つまり暗くて静かと死を見渡せる場所かな。映画館の遮影室はチェストの中なんかあったっけ、あそこ。ホテルの屋根裏ってなんだっけ。あ、ホテルの屋根裏もちゃうわ。ホテルのはしごで登ってな、迷路みたいなところがあったのが暗くて静かかな。あそこはあったよね。あれ普通ではいけない場所かな。一番最初あそこだったよね。あれが暗くて静かか。まああそこ確かに暗いしね。暗いはともかく静かかなって。いやでも屋根裏だから静かでいいんじゃね。ラッターの部屋みたいだったしなって。そうそうそう、ジメジメしてて、この上ってどうやって行くんだっけ。普通ではいけないイコールシューズ履いていないといけないとか普通じゃない。あれ待って、普通ではいけない場所ってさ、あそこちゃうん。シューズ履いてピョーンって行って行った奥の部屋、そこじゃね。あそこの、あそこ、どこだっけ。あのさ、プレゼントの数とか苗木の数とかが必要だったところ、こっちか、ここ。ここなかったっけ。いけない。あれ、ここなんかあった気がしないこともない。いけません。普通じゃないのにいけない。そこ数学者の鍵。あれ、じゃあ違うか。え、なよ、てかさ、君らすごくない？なんでそんな覚えてんの。やばいな。よく覚えてんな、鍵のあった場所とか。やっぱ脳みそがいっぱいあると強いわ。リスナーの数だけ脳みそあるしな、ここは。おーいえ。でさ、ここを伝ってこの上行ったじゃん。この上
で、なんか、ここの、そこにチェストあったよね。今、奥にチェスト見えたら何なのって。どこ？どこ？どこ？ホテルの奥？あっち？あ、こっち？あれ？これ撮ったっけ？これ撮ったっけ？これ撮ったっけ？撮ってない気がする。どういくんだ？どういくんだこれ。上から攻める系か？上から攻める系？上からズン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 攻めていく系。なんでこっちから回ったんだろう。2階。使用禁止どこだ？あれ？ 3 階だっけ？あ、ここか。こっち行けないもんね。掘れる？これ。これ待てん。ズンズンしたことないのにって。あるしー。あるしー。お、ズンズンしたことないやん。動揺してる 動揺を隠せない。タッチションやめろってしてねえよ。地味に難しいからこのアスレ。足が速いとね、余計な難しさというか。あ、でもこっちさ、なんか見えない壁なかったっけ？あ、まずいけないのか。いや、待ってよ、この縁か？3階からはいけないので、このさ、これ伝ってとか、屋上行くルートとかないの？屋上行くルート、屋上行くルート、対岸から行こう。対岸、
海岸からジャンプ？なるほど。まずここはいけないもん。対岸でも結構きつく。タッチションじゃねえ。そこ電信柱じゃないぞ。誰が犬だよ。タチション捕まるでって。そうなん？へえ。まあ確かに公然わいせつ物陳列罪。顔が公然わいせつって。おい、でもこれいけるか。ここはこれ無理じゃね。あそこら辺から行けそうだよな。いやでもさ、この時計台の時計台行けないのかな。端の方から行ってみたって。あ、向こう奥の。待ってね。いやこれは無理だね、完全に。降りるか。ワンチャンあそこ。いやワンチャン行ったら無理か。すっていう前に落ちたわ。うわー、これはどうなんだ。足が速い今なら。あー、どうだろう。ちょっと待って。あー、これちょっと待って。曲げないとダメなパティーンや。あ、やって。あと一個。あと一個。墓地か、やっぱ。じゃあ墓地。死を見渡せる場所。せやんな。ここのヒントは多分普通ではいけない場所。うん。墓地を見渡せる場所。見渡せるだから多分上ってだよな。今日クリありますか。今日クリありますか。ある。頑張ろう。
でもさ、いや、あそ、この上行ったよね、俺。でも行ったけど多分、バグ技みたいな感じで。で、なんか行けるとしたら、ここの、この上、この屋根の上、木の上も十分あるけどね。チェストがあるか見る？木をよく見て、チェスト。裏とか。かしら。まあ普通に木登れなそうだもんね、これ作り的に。あ、あ、あ、ちょっと待って、いや無理か。おーい、ちょっと待ってくれ。おーい、ガチ、ガチついじゃん。ちょっと。これは、ちょ、これは、さすがに。これは、あかんやろ。ちょっと。作者さん、これはまずいですよ。うん、これはあ、この流れ嫌いまでの流れ好き。すんごい笑った、ありがとう。いえいえ。ここを登っていったアスレあったな。こう登って別ルートか。こう登ったこっち？いや、ここか？ん？位置的に？位置的に？この裏？やってー！わーい！やりました。じゃー、今日クリアありますか？鋼の錬金術師で言うと今どの辺ですか？これもう、これもうホムンクルスをブチブチにしたあたり。
オートメールつけたところって。オートメールつけ始めたところ、人体錬成のような最初じゃないか。純白のかけらを6つ使い鐘を鳴らします。これで6回か。少ししたらこれを聞いた人が救助に来てくれるだろう。それまでのんびり観光を続けるのでしょうか。コングラチュレーション、トゥルーエンドはドーン。わーい、なんか勝手に花火が。やったー、ドーン。ということでね トゥルーエンドお疲れ様で、最後のプレイとしていただきありがとうございました。今作も大規模マップでしたが、ここまでプレイしていただき嬉しい限りです。本当にお疲れ様でした。長かった マジで長かった ちょっとマジでこのマップに関しては、マジで心 心折れた。いやー、救助は来なかったバッドエンドってね。ということで、でこれさ、もしさ、この鐘の音をさ、なんだ5個とかで押してたらどうなんだろう。その場合はまた違うエンドなのか、そういうこと。それもやってみようって。検証するために最初からやろう。まあね、気になる方は、なんとね、こちらのマップ、配布マップとね、なっていますので気になる方は、まあね、自分の目で確かめていただけたらと。思いまーす。ね。これ結構行ってないとこあるよね。ホテルのトイレとかは何だったんだろう。なんもないのか。あ、なんもないんだ、これ。へえ。なんもないんだ、これ。怪しいのに。トンネルの先。トンネルとかさ、ね、ここの奥に行くのかなと思ったけど、あ、なんもないね。なんもない。わあ、綺麗。どっかの1階はあって、どっかの1階ってなんだ。こっちの、あー、助けてー。
ね。というわけで、お疲れ様でした。あー、疲れた、マジで。マジ疲れたな。村の方に作者の家があんの？行く。おも。このトンネルってなんかあったっけ？もうダメだ、俺のパソコンは。もう俺のパソコンはダメなんだね。というわけでね、お疲れ様でした。どこが一番難しかった？どこが一番難しかったと思う？ねえ、やっぱ映画館か。やっぱ映画館か。数学科の家も難しかったけど、映画館、あ、塔のアスレとかあったなそれ。いや、てかさ、やっぱちょ、このマップやっぱちょっと頭おかしいわ。難しいって思うところめっちゃある。あー、やばい。やばいわ。で、どこっつった？村の3階建ての家の1階の地下？ 3 階建て、これ？これ？どれだ？3階建て、これか。地下？ない。これって普通のサバイバルワールドに作ってんだ。今更だけど。へえ。掘ったんだね、これきっと。全部掘ったところに作ってる感じかな。いやー、あ、手置きかな。手置きか。え、地形手置きなのこれ。せやん。いやー、ということでね。いやー、マジで難しかったなー、このマップ。今までで一番難しかったわ。ああ。もう、すごい難しかった、とりあえず。最後ってどうやって解いたんですかって。いやー、まあ自分のね、力で、やっていただきたいなと。ああ。そんな感じかな。そんな感じですかね。はい、では以上、脱出マップ探偵と冬の街でした。お疲れ様でした。これは動画にあげるかな？ YouTube かなんかで。もしくはチャンネルにあげると思う。あと、ニコニコチャンネルに。はい。なのでね、多分、編集もちょっと軽くはするかもしれないけど。はい。なのでね、ありがとうございました。ではでは。
今回 TS まずいかなーって。あー、タイムシフト、そうだなー、どうしよう。ちょっとねー、確かにねー、割ってないよ。割ってないけど 割ってないけど、ちょっと見せたくないのが映っちゃったかもしれないんだよな。なので、消しそうだな。ちょっと映っちゃったんだよね。まあ、動画で今度あげるので、そちら確認してくれたら嬉しいっす。何が映ったのって。今度、まあ別に、まあいい、別に。いや、でもなんか嫌だな、今度、会員さんにプレゼントする、会員証の完成版の画像を、ちょっとピッて出ちゃった気がするんだよな なんかちょっと嫌だから消すわ。ちょっと嫌だから消すわ。というわけで、動画をお待ちくださいませ。では、お疲れ様でした。いやー、ここまでだね。十何時間だ？17時間か。17時間ね、プレイしたということで。ありがとうございました。また、次回の脱出マップで、お会いしましょう。では、さよなら。